リフォルニア州アナハイムのエンゼルスタジアムです。1998年に大改装が行われ、場外にはビッグエイと呼ばれるモニュメント、そしてレフトスタンドには噴水があります。皆さんお待たせしました。今日はここエンゼルスタジアムからロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム対シアトルマリナーズナイトゲームの模様をお伝えします。実況は私谷口博明でお送りいたします。エンゼルスのスターティングピッチャーはメジャー10年目のコローン、マリナーズのスターティングピッチャーはメジャー7年目のメッシュ。さあプレーボールです。まずは1回の表、先攻はマリナーズ、先頭バッターはイチロー。チェンジアップ空振り、ストライク、チェンジアップ決まった。さあ3球目、1つ外してボール、ボール、2ストライク2ボール。さあ追い込んでから流し打ちは、さあレフトフィールダー、ワンバウンド、ヒット、マリナーズ先制のチャンスを迎えます。まずは一塁牽制、一塁牽制、一塁牽制、初球は大きなスイング、空振り、キャッチャー二塁へ送球、セーフ。内角外れてボール、打った、バットのやや根元、カブレラ取りました。ワンアウトです。リード、ショートライナーに終わりました。バッターは3番イバニエス、初球打って出た、セカンド右抜けた、ライト前ヒット、一郎三塁回った、二塁ランナー今ホームイン、マリナーズ初回先制、セーフ。ここでチャンスに期待がかかるバッターセクソン、マリナーズ追加点のチャンスを迎えています。外のボール球打った、キャッチャー後方ファールフライ、モリーナ余裕があります。掴みました、ツーアウトです、二塁セーフ、コローンファールフライに打ち取りました。内野は深めの守備位置、ショート取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトになりました。1回の表が終わって1対0、マリナーズまずは先制しています。1点を追いかけますエンゼルス。さあまずは1番フィギンズ、注目の立ち上がり、真ん中打ちました、ファール。さあ1球目ファールから、ドロップ見送ってボール。さあ3球目、低め見送ってボール。さあバッティングカウントから、ストライク、チェンジアップ、2ストライク2ボール、ドロップ見送ってボール。さあフルカウントになって、内角低め打った、センター前落ちるか、掴みました、ワンアウトです。ヒギンズセンターライナーに終わりました。ボール球手を出した、ファールボール。さあ1球目ファールから、これは見送ってボール、内角際どい球ボール。さあバッティングカウントから、真ん中打ちました、一塁線は一塁ベースを踏んでアウト、ツーアウトです。カブレラファーストゴロに終わりました。バッターアンダーソン、内野は深めの守備位置、ストライク決まった、ワンストライクノーボール。さあ初球ストライクから、これはボール、アウトサイド高め、判定はボール、ワンストライクツーボール。速球打った、セカンド取った、一塁送球アウト、メッシュ。まずは初回きっちり3人で仕留めています。1回の裏が終わって1対0、マリナーズ1点リードは変わりません。これから攻撃に入ります。マリナーズ先頭バッターは6番城島、ストライク決まった。さあ初球空振りから、インサイド引っ張った、アンダーソン下がった、グーンと伸びて左に切れました、ファール、ボール外れた、外角へ変化球ボール。さあ5球目、見送ってボール。さあフルカウントから、まずは先頭バッターを三振に切って取りました。バッターレベル、外野は深めの守備位置、チェンジアップ空振り、ワンストライクノーボール、これは見送ってボール。バットの先端ショート落下点、取りました、ツーアウトです。エベレットショートフライに倒れました。直球見送ってボール。
さあボールワンから、ボール外れた、スライダーストライク、ワンストライクツーボール、サーブストライク、さあ平行カウントになって直球外れました。次が6球目、スリーアウトチェンジ、最後は空振り三振に打ち取られました。2回の表が終わって1対0マリナーズ、この回無得点です。1点を追いかけますエンゼルス、先頭バッターは4番ゲレーロ、ストライク決まった。さあ初球空振りから低め打った、センターの前どうだ、ワンバウンヒット。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。まずは1球目、内角低め打った、右中間へ取った、ゲレーロ飛び出している、アースタッドライトへのライナーに終わりました。あっとボール球に手を出した、高いバウンド、ピッチャー掴んだ、一塁アウト、ツーアウト、ポッチマン内野ゴロに倒れました。この場面で流し打ちの鋭いバッターリベラ、エンゼルス同点のチャンスを迎えています。高い球打ちました、ショート正面、高いバウンド、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトチェンジ、二塁ランナー残塁です。得点を挙げられませんでした。2回の裏が終わって1対0マリナーズ、1点リードは変わりません。これから攻撃に入るマリナーズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番ベタンコート、セカンドゴッドビーヒット、マリナーズリードオフバッターが塁に出ます。初球打ち流した、三遊間ライナー破っていった、これもヒットになった。イチロー2打席連続ヒット、イチロー今日これで2打数の2安打、スライダーストライク。さあ1球目空振りからランナー走った、サード掴んだ、第3球は高い球打った、打球はセンター浅いフライだ、これもヒットになった。マリナーズ3者連続ヒット、さあチャンスを広げました。インサイドついてボール、ノーストライクワンボール、さあ1球目ボールから直球外れました。そして3球目スライダー見送ってストライク、さあバッティングカウントになってボール直球外れました。そして5球目まっすぐ空振り、2ストライク3ボール、さあフルカウントになって外角高め打ちました、ファウル、イバネス粘っています。さあフルカウントになってアウトサイド高め打った、左へどんどん切れていきます、ファウルボール、イバネス粘ります。さあフルカウントから空振り三振、イバネススイングアウトの三振に倒れました。この場面で流し打ちの鋭いバッターセクソン、マリナーズ追加点のチャンスを迎えています。セカンド掴んだ、セカンドフォースアウト、一塁マウント、ゲッツー、これでスリーアウトチェンジ、得点には結びつきません。3回の表が終わって1対0マリナーズ、この回0点に終わっています。1点を追いかけますエンゼルス、この回の先頭バッターはケネディ、初球流し打ち掴みました、ワンアウト、ケネディサードライナーに終わりました。まずは1球目インサイド引っ張った、切れました、ファール。さあ初球ファールからまっすぐ決まった、ストライク、バッター追い込まれた、さあ追い込んでボール、そして4球目速球打った、センター前落ちるか、センター前に出る、ヒットになった。さあワンアウトから同点のランナーが出ました、打った、サード取った、セカンドフォースアウト、バッターはカブレラ、最初の打席はファーストゴロ、まずは一塁牽制、一塁牽制、一塁牽制、空振り、キャッチャー二塁へ送球、これはタッグアウト、盗塁失敗。序盤3回を終了して1対0マリナーズ、1点リードは変わりません。ゲームは中盤4回に入ります。これから攻撃に入ります。この回の先頭バッターはベルトレ、最初の打席は内野ゴロ。さあ初球ストライクからストライク、
さあ追い込んで、ボール外れました。ストレート打ちました。高いバウンド、ショート掴んだ、一塁へ、アウト、ワンアウトです。ベルトレショートゴロに倒れました。初球は見送ってボール。さあボールワンから直球打った、ピッチャーの右、あっとボールを弾いた、一塁送球、アウト、ツーアウトです。城島ピッチャーゴロに倒れました。外野は長打を警戒します。速球決まってストライク。そして2球目、高め打ちました、ファールフライになりました。モリーナゆっくりと構えた、掴みました。最後はキャッチャーフライに倒れました。4回の表が終わって1対0マリナーズ、この回無得点です。1点を追いかけますエンゼルス。先頭バッターは2番パブレラ。最初の打席はファーストゴロ。チェンジアップ打った、ピッチャーの右、ピッチャー取れない、センター前ヒット、エンゼルス同点のチャンスを迎えます。エンゼルスここまで3安打、まずは1塁牽制。まずは1球目、内野は深めの守備位置。さあ初球ストライクから、これは見送ってボール、外れた、ボール、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントになって、外角高め打ちました、ファールボール。そして6球目、チェンジアップ打った、内野ゴロ、よく取った、記録はヒット。前の打席でヒットを放っているゲレーラ。初球はボール、外れた。さあボール1からフルスイング、空振り。さあ3球目、アウトサイドコーナー、際どい球、ボール。さあバッティングカウントになって、速球決まってストライク。さあ平行カウントになって、豪快に引っ張った、三塁フォースアウト、二塁フォースアウト。バッターはアースカント、今日2打席目。エンゼルスここまで4安打、まずは一塁牽制、一塁牽制、速球打った、サード掴んだ、一塁送球、一塁アウト、これで3アウトチェンジ、一塁ランナー残塁です。得点には結びつきません。4回の裏が終わって1対0マリナーズ、1点リードは変わりません。これから攻撃に入りますマリナーズ。先頭バッターは8番ロペス。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球はインサイドコーナー打った、ライナーだ、アンダーソン前進ヒット、ロペスこれで2打数の1安打。スライダーストライク。さあ1球目空振りからストライク決まった、バッター追い込まれた。そして3球目、外のボール黙った、ふわっと上がった打球、さあどうだ、掴みました、ワンアウトです。ベタンコートセカンドフライに倒れました。まずは一塁牽制、外角低めボール。マリナーズここまで6安打、真ん中打った、一塁塁間ライナー破っていった、ゲレーロ追いかける、一塁ランナー三塁へ向かう、ヒットになった、セーフ、マリナーズさらに1点追加。前の打席でヒットを放っているリード、マリナーズ追加点のチャンスを迎えています。これはキャッチャー間に合いません、ファールボール。さあ初球ファールから決まった、ストライク、バッター追い込まれた。さあ追い込んでから速球打った、抑えた、ランナー2塁に戻ります。リードショートライナーに終わりました。今日ヒットを放っているリバレス、マリナーズ追加点のチャンスを迎えています。さあ初球ストライクから直球見送ってストライク、バッター追い込まれた。マリナーズここまで7安打、スライダー打った、掴みました、これで3アウトチェンジ。5回の表が終わって2対0マリナーズ、この回1点を加えています。2点を追いかけますエンゼルス。この回の先頭バッターはコッチマン。最初の打席はピッチャーゴロ。さあボール1からボール、外れました。速球ストライク。さあバッティングカウントになって
ボール。外角高め打った。セカンド左。アウト。ワンアウトです。ポッチマン、セカンドゴロに倒れました。内野は深めの守備位置。インサイド高め打った。ファール。キャッチャー取った。さあ初球ファールから。低め際どい球ボール。ドロップ打った。掴みました。ツーアウトです。リベラショートライナーに終わりました。バッターはケネディ。最初の打席はサードライナーでした。ボール。さあボール1からストライク。チェンジアップ決まった。インサイドコーナー打った。ラインドライブ。ワンバウンヒット。さあツーアウトからのランナーが出ました。バッターはモリーナ。まずは一塁牽制。初球は打った。ショート左。ショート掴んだ。一塁アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー残塁です。5回の裏が終わって2対0マリナーズ。2点リードは変わりません。試合は後半6回に入ります。これから攻撃に入ります。先頭バッターは4番セクソン。空振り。フルスイング。さあ2球目。あっと自打球。さあ追い込んで見送ってボール。ツーストライクワンボール。インサイドついてボール。さあ平行カウントになって見逃してカット。手が出ません。続くバッターはベルトレ。さあ1球目スライダーストライク。第2球は外れた。ボール。速球決まってストライク。スマホ流し三振。バットが出ません。続くバッターは城島。低めわずかに外れてボール。さあボール1から見送ってボール。外れた。ボール。次が4球目。直球ストライク。ワンストライクスリーボール。低め打ちました。アンダーソン前進してくる。これはヒットになります。城島今日初めてのヒットになりました。まずは一塁牽制。外野は長打を警戒します。ファールフライ。キャッチャー落下点。掴みました。スリーアウトになりました。一塁ランナー残塁です。6回の表が終わって2対0マリナーズ。無得点で終了です。2点を追いかけますエンゼルス。左バッターボックスはトップバッターのヒギンズ。インサイド引っ張った。一塁線どうだ。ファール。第2球は速球打った。センターへ飛んでいる。大きな当たり。センター交代。リード。足が止まって構えた。掴みました。ワンアウト。ヒギンズセンターフライに終わりました。初球引っ張った。サード真正面。一塁送球アウト。ツーアウトです。カブレラ内野ゴロに倒れました。バッターアンダーソン。内野は深めの守備位置。チェンジアップ空振り。これは見送ってボール。打ちました。ツルズ。ピッチャーの右破った。センター前ヒット。ボールはセンター右横転々としている。アンダーソン2打席連続ヒット。アンダーソンこれで今日は3打数の2安打。変化球ボール。アウトサイドコーナー。さあワンボールからインサイドついてボール。一塁牽制。あっと戻れない。一塁牽制アウト。アンダーソン牽制でキックオフされました。中盤終わって2対0マリナーズ。2点リードは変わりません。ゲームはこれからセブンスイニングに入ります。これから攻撃に入ります。この回のトップバッターはロペス。チェンジアップ見送ってストライク。ワンストライクノーボール。そして2球目ボール。ツーシーム外れました。第3球は打ちました。いい当たり。ショート取った。アウト。ワンアウトです。ロペスショートゴロに倒れました。空振り。打った。内野ゴロ。
セカンド掴んだ、アウト、ツーアウトです。ベタンコートセカンドゴロに倒れました。さあ1球目スライダー決まってストライク、ワンストライクノーボール。さあ初球ストライクから、ツーシーム決まってストライク。さあ追い込んでチェンジアップ打った、これもセカンドへのゴロ、アウト。最後は内野ゴロに打ち取られました。7回の表が終わって2対0マリナーズ、この回0点に終わっています。ここでタイムです。マリナーズピッチャーが変わるようです。メッシュマウンドを降りまして、プッツ今日2番手としてマウンドに上がります。内野は深めの守備位置、ショート左横抜けていった、レフト前ヒット。さあノーアウトのランナーが出ました。バッターはファースト、初球打ち、セカンド掴んだ、2塁アウト、アウト、ゲッツー。エンゼルス今日2つ目のダブルプレイ、バッターホッチマン、あっとまた初球打ち、内野へポップアップしてしまった。ピッチャー落下点、プッツボールを掴んでアウト、スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わって2対0マリナーズ、2点リードは変わりません。これから攻撃に入ります。マリナーズこの回は2番からの好打順です。先頭バッターは2番リード、今日はここまで3打数1安打ファールボール。さあ2球目ボール、低めわずかに外れた。そして3球目スライダー打った、バウ、バウ、キャッチャー取った。第4球は直球打った、ファーストの横、ファースト掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウトです。リード内野ゴロに終わっています。ボールアップアンドイン。さあ1球目ボールから直球ストライク、ワンストライクワンボール。これはバットの根元、ショートの右、ショートから一塁送球、アウト、ツーアウト。イバネスショートゴロに倒れました。内野は深めの守備位置、アウトサイド空振り、バットが空を切りました。スライダー決まってストライク、ツーストライクノーボール。さあ追い込んでから見送ってボール、バットの先端、打球はショートの右、一塁へ、アウト。マリナーズまたしても三者凡退に終わっています。2対0マリナーズ、この回無得点です。2点を追いかけます。エンゼルス先頭バッターは DH リベラ、セカンドの頭を越えた、ヒット、リベラ初安打。ここでタイムを取りました。さあここはダイソーを起用するようです。俊足のイズタリス一塁に入りました。エンゼルスここまで8安打内野は深めの守備位置、これはピッチャー正面、ピッチャー抜けた、センター前ヒット、ケネディ2打席連続ヒット、エンゼルス2者連続ヒット。さあチャンスを広げました。ショート正面、三塁へ送る、三塁アウト、アウト、ゲッツー。エンゼルス今日3つ目のダブルプレイ、打順は1番に帰ってヒギンズ、今日はここまで3打数ノーヒット。これは見送ってボール、ワンストライクワンボール。エンゼルスここまで9安打低めボール球打った、これは内野ゴロ、1塁アウト、3アウトチェンジ、セカンドランナー残塁。8回の裏が終わって2対0マリナーズ、2点リードは変わりません。さあいよいよ9回に入ります。これから攻撃に入ります。先頭バッターは5番ベルトレ、今日はここまで3打数ノーヒット。打球はセンター浅いフライだ、ヒットになった、ベルトレ今日初めてのヒットになりました。ここでタイムを取りました。さあここはダイソーを起用するようです。ブルムクイスト一塁に入りました。まずは一塁牽制、真ん中打った、ピッチャーの右破った、センター前ヒット、ジョージマ2打席連続ヒット。さあチャンスを広げました。チェンジアップ空振り、マリナーズここまで10安打スラーブ決まってストライク、バッター追い込まれた。さあ追い込んでボール1つ外した、コローン今の投球でちょうど100球目になります。外角低めボール、
さあ平行カウントになって、もうツーシーム外れました。さあフルカウントになって、空振り三振、エベレットスイングアウトの三振。さあ追加点のチャンスになったロペス、今日はここまで3打数1安打、打ったセカンド左への打球、ピッチャーから一塁送球、一塁アウト、ツーアウト。ロペス内野ゴロに終わっています。マリナーズここまで10安打、アウトサイド高めボール。さあ1球目ボールからストレート打った、フェアかファールか、取りました、スリーアウトです。ランナー2塁3塁残塁、2対0マリナーズ無得点で終了です。ここでタイムを取りました。マリナーズピッチャーを変えてきます。プッツマウンドを降りまして、ウアダード今日3番手としてマウンドに上がります。これもしかし空振り、バッター追い込まれた、インサイドコーナー打った、ファールフライになりました。城島落下点に入った、掴みました、ワンアウトです。今日はマルチヒット、アンダーソン、内野は深めの守備位置、直球ボール、第3球はチェンジアップ見送ってストライク、ピッチャー追い込んだ、あっと手を出した、ファールボール、アウトサイド低めボール。さあ追い込んでボール外れました、ツーストライクスリーボール。さあフルカウントから豪快に引っ張った、ファースト取った、アウト、ツーアウト、勝利まであと1人。今日はマルチヒット、ゲレーロ、外野は長打を警戒します。三遊間のゴロ抜けだ、レフト前ヒット、ランナーアースカット、長打を期待するファンの声援が響いています。エンゼルスここまで10安打、ストライク決まった、バットが空を切りました、セーフ。さあ1球目空振りから、チェンジアップはボール、チェンジアップ空振り、さあいよいよあと1球、ボール外れた、ツーストライクツーボール。さあ平行カウントになって、アップステアを打った、イバレス前に出る、ゲレーロ三塁回った、これも1点になった、エンゼルス1点返しました。バッターコッチマン、今日はここまで3打数ノーヒット、カーブ決まってストライク。さあ初球空振りから、外角へ直球ボール、ワンストライクワンボール、空振り、さあ次で終わってしまうのか、これはタッグアウト、盗塁失敗、アウト、試合終了です。さあ今日の試合をハイライトでご覧ください。勝利を収めました。実況は谷口博明でした。またお会いしましょう。